ピーター・ダンブレックはイギリス在住のスコットランド人レーシングドライバー。1985年より母国イギリスでカートに参戦を開始し、1993年に四輪レースにデビューする。翌1994年にはイギリスフォーミュラボグゾールジュニアのチャンピオンを獲得。1996年には イギリスフォーミュラボグゾールロータスのシリーズタイトルを獲得すると伴いに、イギリスフォーミュラ3選手権でもシリーズ3位と活躍し、注目を集めた。彼の才能に目をつけたトム・ウェスが日本に、翔平、1998年は全日本 F3 選手権にフル参戦し、シリーズチャンピオンに輝くとともに、マカオ GP でも優勝するなど、 彼のレースキャリアの中で最良の一年の一つとなった。なおこの年は全日本 GT 選手権 GT300 クラスにも途中参戦している。1999年はチームレギオンから全日本選手権フォーミュラ日本に参戦している。1999年はルマン24時間レースに初出場しているが大きなトラブルがこの時十四歳で日本で言えば翻訳であった。 彼を襲うことになった。彼が登場するメルセデスベンツ CLR が直線で突如離陸して宙を舞い墜落するという事故が起きた。幸いにも墜落した場所が林の中の空き地で下が柔らかい土の上にタイヤを下にして落ちていったため彼は軽傷を負ったのみで助かった。しかし直後にメルセデスは他の CLR もピットに戻しレースを危険した。 離陸した CLR は予選においてもマークウェバーらが狩る4号車が突如バランスを失って空中を舞いアスファルトに叩きつけられるという事故を起こしている。ドライバーはほぼ無傷で助け出されたがこのことからマシンに対する信頼性には疑問を持たれていた。なお、1955年のルマンでもメルセデス 300SLR が観客を巻き込む大惨事を起こし、 ザウバーとジョインとして復帰するまで一切のレース活動をしていなかったメルセデスだったが、この事故以来耐久及びスプリントの GT レースからは一切手を引く決断となった大事故であり、彼のレーサー人生においても象徴的な出来事となった。その後、翌2000年からはドイツツーリングカー選手権を主戦場として戦った。2005年シーズン途中よりそれまで不振が続いていた。 脇坂香かおる一に代わって、スーパー GT GT500 クラスのイエローハットアイームズ、スープラのステアリングを、服部直樹のパートナーとして握ることになった。2006年も同じ組み合わせで、トヨタの期待の新車 SC430 を操り、第3戦のフジラウンドで見事に初優勝を飾っているが、シーズンとしては伸び悩みシリーズ9位に沈んだ。2007年、2008年も、 同様に、スーパー GT に参戦中した。イギリスフォーミュラ3選手権全日本フォーミュラ3選手権フォーミュラ日本全日本 GT 選手権、スーパー GTFIAGT1 世界選手権、FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レースドイツツーリングカー選手権。ありがとうございます。